プルシアンブルーで着色した霊根性は一般的には紫色を帯びた暗い青色のこと。この場合、色名はフェロシアンか第二鉄を主成分とする人工顔料根性に由来しており、プルシアンブルーと呼ばれるのも同じ色である。ただし、日本古来根性と呼ばれる別の物質も存在する。岩群青である。根性と紺色。 ルリ色日本語名で根性と呼ばれる青色顔料は1704年ドイツのベルリンにおいてリースバッハによって発見された。そのため顔料の発見地ドイツの旧王国名シュメイプロイセンに由来してプルシアンブルーと呼ばれるのが一般的である。7年戦争当時はプロイセンの不評と歩兵とはこの染料で染めた青い制服を使用していた。日本では フルシアイトも。また、ベルリンの青という意味を込めて、ベルリンブルーと呼ばれることも多い。漢字でベルリン青と表記されることもある。日本でベレンスと呼ばれるのも同じ色であり、これは、ベルリンを表すオランダ語バーラインズが変形したもので、ある。また、平賀源内の物類品質には、ベーレンブラーウとして紹介されている。 浮世絵などの出版関係者の間ではベロアイという略称が使われた。稀に発見者の名前をとってディスバッハブルーとも言う。さらに、ほぼ同じ時期にフランスのパリにおいてミロリによって全く同じ顔料の製法が発見されていた。これにより、発見地の名前をとってパリスブルーあるいはパリブルーと呼ばれることもある。 発見者の名前を取ったミロリブルーという式名もある。プルシアンブルーとは全く異なる物質と考えられていたターンブルブルーが後に同じ物質であることが分かったため、これも同じものの名前として用いられるようになった。また、原料の鉄にちなんだアイアンブルーをジス汎用式名では同一色としている。ブロンズブルーやチャイニーズブルーも同じ色を表す名前である。 暗色であり、また着色力が強いことから扱いづらく熟練を要する色であり、狼色とも言われるが、これは色の名ではなく他の絵の具、顔料を含む。従来は顔料以外の用途としては見出されていなかったプルシアンブルーであるが、近年次世代電池の候補として目されるカリウムイオン電池の正極材として開発が進められる。金星と呼ばれる色は、 江戸時代にプルシアンブルーが輸入される以前より存在していた。平安時代初期に記された俗日本記にはすでに金星の名前が見られる。これはプルシアンブルーに比べて赤みの強い青である。顔料の主成分となる鉱物は愛動鉱である。この天然顔料である根性と後に人工的に作られたプルシアンブルーを区別するために前者を岩根性。 後者を花根性と称することがある。ただし一般的に花根性はスマルトのことである。ありがとうございます。